プレミアリーグ最新順位表。アーセナルがついに首位陥落へ。第19節までほぼ終了した、プレミアリーグ、最新の順位表がこちら。順位表を見た、海外ファンの反応がこちら。みんな喜んでください、アーセナルが転げ落ちた。ウェストハムは今シーズン、トップ4に入る可能性が非常に高い。リバプールが主営。適切なチームがトップに立っている。審判がちゃんと仕事をしていれば、6点差でトップだっただろう。シーズンを通して、審判に責められてきたことを考えると、悪くない。下手な審判の懸命の努力にもかかわらず、リバプールが主営だ。タイトル争いで唯一の敗戦は、VAR による重大なミスによるものだった。アーセナルファンは、みんな冬眠に入った。アーセナルに失望させられるのは、いつものことだ。トップ6に、チェルシーとユナイテッドの姿が、見えない。マンチェスターシティが快勝すれば、アーセナルが3位に浮上。シティはまた、リーグ優勝を目指してやってくる、上の2人は無駄だよ。チェルシーは10位が、お気に入りな様子。